フィールド西ヶ丘です。アミノバイタルカップ2016第5回関東大学サッカートーナメント大会兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関東予選決勝、これより早稲田大学対桐蔭横浜大学の一戦をお伝えします。
ここで両チームのスターティングメンバーを紹介します。まずは白のユニフォーム早稲田大学、予想フォーメーション 4-4-2、 ゴールキーパー1番の後藤、ディフェンスは右から順に2番新井はキャプテン、5番鈴木純也、3番熊本、12番木下、ミッドフィルダーボランチは6番の平沢が左ボランチ、右ボランチ、14番鈴木優也が左ボランチ、サイドハーフ13番今木が右、そして左が8番秋山、ツートップは9番の中山右です。そして左が11番小林です。一方の青のユニフォーム桐蔭横浜大学のスターティングメンバー、こちらも 4-4-2 の予想フォーメーション、ゴールキーパー21番の三浦、ディフェンスは右から順に8番佐々木、3番八戸、24番時田、26番池田、ミッドフィルダーは右から順に10番石川、6番那畑、5番林、12番佐藤、ツートップは右20番浅川、左9番の今関はキャプテンです。実に1週間戦ってきたこのトーナメント戦も今日が最終日、そして決勝です。両チームここまで4回勝ち上がってきました。無傷の5連勝で唯一のチームに許される優勝という称号を周囲できるのは早稲田か、あるいは桐蔭横浜か。注目の決勝戦、まもなくキックオフです。どうやらキックオフは早稲田からのようです。前半45分、アミノバイタルカップ2016決勝がキックオフされました。いきなりキックオフのボール前線に蹴り込んでいった早稲田です。おっとパスカットにあった。さあ早稲田敵陣でパスをつないでいく、縦へ入れる、これが決まった。相手折り返す。さあ流動性のあるパスからサイドを変える、ビッグチャンス、シュートは中に折り返して決まった。早稲田先制点。相手のディフェンス1枚上手の攻撃を見せました。手元の時計で前半37分、待望の先制点が早稲田に生まれました。連動から見事新井の折り返しを決めていきました。前線のキック、ここで長いホイッスルです。味の素フィールド西ヶ丘でお伝えしています。アミノバイタルカップ2016第5回関東大学サッカートーナメント大会兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関東予選の決勝、早稲田大学対桐蔭横浜大学は1-0、前半終わって早稲田が1点リードしてこれよりハーフタイムを迎えます。今後半45分が桐蔭ボールでキックオフされました。エンドが変わっています。左から右に攻めるのが桐蔭横浜大学、一方右から左に攻めるのが早稲田大学、白いユニフォームです。カットした鈴木純也、右へ佐々木がピタリとボールをトラップして中入れる、ゴール前ヘディングはゴールが決まった。アーリークロスを今関がドンピシャと決めていきました。ボールは後藤のセービング、虚しくネットに吸い込まれていきました。トーイング逆転です。前半4分台、後半4分、華麗なるダイビングヘッドでした。ボールを見送ってゴールキックです。ここで長いホイッスル、互いに譲らない攻防は延長戦もつれ込みます。お伝えいたしています試合はアミノバイタルカップ2016第5回関東大学サッカートーナメント大会兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関東予選の決勝です。
早稲田大学対桐蔭横浜大学は1対1で90分を戦って勝敗は決しませんでした。10分ハーフの延長戦に入ります。今延長前半がキックオフされました。左を大きな手に蹴っていきました。このアミノバイタルカップ決勝2年連続の延長戦です。プレーかもしれません。早稲田の5番の鈴木純也のロングスロー、蹴っていく、反らしていく、大きくクリア。そしてここで長いホイッスル。延長前半もお互い譲りませんでした。得点は生まれません。いよいよ最後の10分、延長後半に戦いを移っていきます。さあ最後の10分間です。今延長後半10分が始まりました。早稲田ボールです。左サイドへ、これが通った、縦へ出す、ボール戻す、左からクロス上げる、キーパーパンチング、そしてまだこぼれ球、これは大きく浮かしてしまった。場内沸き立ちましたが、早稲田にとっては決定的なチャンスを外しました。クロスバーを大きく越えていきました。フリーの状態でのシュート、蹴っていく、さあ裏へ、ボールを収める、中へ、逆サイドへ抜けていく、なんとかまだボールを収める。右サイドから縦へ突き上がっている、ヒールで落とす、ふわりとかしたシュートは無情にもボールを捉えることはできませんでした。ホイッスルが吹かれるんでしょうか。ここで長いホイッスル。両チーム110分間戦い抜き、スコアの上で差は出ませんでした。1対1、これより PK 戦に入ります。ありがとうございます。